魚谷忠氏は日本のアナウンサー。社団法人大阪放送局及び日本放送協会関西支部大阪中央放送局。放送局は事前に台本や郊外を管轄の停止局に提出して放送内容の確認を要したが、スポーツ中継はプレイ内容を事前に決められず、検閲の届けでは不可能だった。交渉の結果、事前検閲の代わりに放送席に 大阪定身局の監督官を同席させ、アナウンサーが実況内容を誤ったり、宣伝的な発言をした場合は監督官が即座に放送を遮断させることに決まった。入局1年に満たなかったウ谷が、この大会の全21試合を一人で担当する、洋上市から指示されたのは、大会開催のわずか半月ほど前だった。局内で唯一野球の経験があって、 ルールを熟知しており、かつ体力があったことが抜擢の理由だったが、手本となる前例がなく、渡米経験のある朝日新聞の記者、木村良二郎に1925年当時のアメリカの野球放送の実情を尋ねた。しかし木村が聞いた放送は、現在のスポーツニュースに相当するもので、参考にならなかった。また、魚谷は、一岡中の先輩であり、 本番で解説者として同席する佐伯達夫に相談を持ちかけた。佐伯は笑いながら野球はわしの方が上かもしらんがマイクロフォンについてはお前の方がよく知っているし喋るのはお前の方が上手いじゃないかと励ました。自らアナウンス技法を編み出すほかなかった魚谷は覚悟を決め兵庫県予選の会場に通いプレーの描写練習を繰り返した。この時ウオは 試合内容をできるだけ忠実に描写すること、野球を熟知しない人でも放送に興味が持てるように、平易な言葉で放送することの二つを心がけた。そこで、魚谷は仮想の聴取対象を中学に3年に置き、野球用語については、セカンドゴロ、二類ゴロ、左翼へ、飛球、レフトフライのように英語と日本語を混ぜてアナウンスすることに決めた。朝日の記者だった。 日田水州から野球は発球の遅速によって結果が調整されると告げられ教えの通り玉の行方を一筋に追って描写することを念頭に置いた第13回全国中東学校優勝野球大会の1回戦第1試合札幌市中大青森市販の試合は1927年8月13日9時5分から開始された第一世はジョブック こちらは、大阪中央放送局甲子園臨時出張所でありますだった。空、さあといった関東市や体現止めが多用されている。これには、大阪アクセントが出るのを防ごうとする潜在意識があったという。魚谷は4日目あたりから、声のかすれ屋のどの痛みに苦しみ、佐伯達夫による総評が行われた各試合の合間に、吸入器を用いながら乗り切った。 手探りのまま8日間の中継を終えた小谷は自身のアナウンスを思うほどの言葉が口から出なかったのではないかと振り返った。しかし聴取者からは冷静であるよりはむしろ興奮気味に中継したことに対して好評を寄せられて驚いた。友人の新聞記者からは放送の中で殺すとか死ぬとか視察するとか言っているがあまり使うなよ。甲子園で 殺人事件が起こってるんじゃないかなんて電話が新聞社にもかかってきて困るよと冗談交じりに言われた。東京放送局では大阪での反響を受け決勝戦の開催日に試合経過の情報が書かれた原稿をもとに詳細に解説する特別番組が放送された。解説者は時事新報運動部記者の加西三世。加西は2年後の1929年に NHK に入局し、スポーツ実況アナウンサーに転身する。ありがとうございます。